浦和競馬11レース、先玉杯1400です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク1等、C ランク1等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。6枠7番、レモンポップです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、2層前3層前 5層前に黄色線を上回っています。特に2層前は黄色線を20、3層前は黄色線を30上回る優秀な指数をマークしています。能力的には頭一つ抜けた存在で、連帯確率は相当高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は オレンジ色の着順が1着で紫の丸が16001600が適距離ですが過去1年1600以下の出走履歴がありません1400への距離短縮適正は不明でリスクです展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が3頭います先行タイプが6頭います この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は134でトップです。 上がり指数は69でトップです。楽に逃げられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠11番、タガノビューティーです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前4層前 5層前に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を18 2層前は黄色線を10上回る優秀な指数をマークしています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1600 1600が適距離ですが3層前の紫の丸 今回と同距離の1400では、低指数となっています。1400は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は36で12位です。上がり指数は61で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。 ハイペースも味方しそうで、展開面は、プラス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと、当地浦和での出走です。地方での指数は、中央と変わりありません。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。二枠二番、シャマルです。能力偏差値は三位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、 前層に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を23上回る優秀な指数をマークしています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1600 1600が適距離ですが2層前の紫の丸今回と同距離の1400では 低指数となっています。1400は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は91で3位です。上がり指数は50で3位です。平凡な先行力で逃げられないリスクもあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は？ 若干のマイナス評価した方がいいですす馬馬体体を見ていきます馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。一枠一番アラン・バローズです。能力偏差値は4位で偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、 2層前に黄色線を上回っています能力的には上位場には一歩劣りますが連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1600 1600が敵距離ですが1層前の紫の丸今回と同距離の1400では低指数となっています1400は若干短い可能性が高いです 展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は69で6位です上がり指数は20で12位です平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干ありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです 馬体重を見ていきます。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った7番の対戦成績は11番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。7番の対戦成績は高評価できます。暫定丸を打った。11番の対戦成績は7番に対し。 番番にに対対し、しと負け越していまます。す。の対戦成績には、リスクがあります暫定黒三角を打った2番の対戦成績は11番に対し2勝0敗と勝ち越しています。2番の対戦成績は高評価できます。暫定白三角を打った1番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。以上の適性分析を考慮しました。 最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは7番レモンポップです。能力偏差値はトップの A ランクです。距離とレース感覚と枠順にリスクはありますが展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは11番タガノビューティーです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離と対戦成績にリスクはありますが。 展開と枠順を高評価しました黒三角を打ったのは2番シャマルです能力偏差値は3位の C ランクです距離と展開と枠順にリスクはありますが対戦成績を高評価しました白三角を打ったのは10番オメガレインボーです能力偏差値は6位の D ランクです対戦成績にリスクはありますが距離と 枠順を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです